はい、ということでやっていきましょう。アンダーテイルパート3です。こいつまだ話してなかったよね。これはエコーフラワーで話しかける最後聞いた言葉を繰り返す。面白いだろう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 。なるほど。はい。面白いだろう。あ、そういうこと。はい。なるほどね。お前もこっそり街を抜け出してあの人に会いに行くのか。だよな。超絶かっこいいもんな。誰のことだ。あ、そうそう。父ちゃんと母ちゃんに俺がここにいたことは内緒な。母。どうかしたか。おいら仕事を掛け持ちしてんのさ。おかげで休憩時間もできる。グリルビーズ行くけど来るかい。うん、そこまでやるとしょうがない。仕事を切り上げていく。こっちでおいら近道知ってんだ。へえー。もう着いた。ああ、そういうこと。ここじゃん。さん調子はどうだ。さんついらっしゃい。さんつい先朝飯食いに来たばっかじゃないか。いや、最後に食いに来た朝飯は30分前だ。ブランチャーのつい先食いに来たが、まあ座れよ。席を選ぶときに気をつけな。ブーブークッション。お前だろ。じゃあとりあえず何食う。バーガー。ああ、いいね。よくグリルビーバーガー2つ頼むぜ。どっか行った。ところであんたどう思う。パピルスのことダサい。分かってないな。オイラには皮肉は通用しないぜ。パピルスは本物のスターだ。オイラに警備員の仕事を進めたのもあいつだしな。あんたには分からないだろうけど、怠けてるときに叱ってくれるやつがいるのはいいもんだ。まあオイラが怠けるなんてありえない話だけどな。ハンバーガー来た。飯が来たぞ。ケチャップかけるか。その選択。いや俺あんまかけないっていいや。オイラが全部もらうぜ。いやー飲むの。死ぬよ。塩分って死ぬよ。でパピルスだけどあいつは頑張り屋なのは認めるだろう。ロイヤルガードになるために地道に努力してる。あいつロイヤルガードのボスの家まで行ってメンバーにしてくれって頼んだんだ。まあ当然相手にされなかったけどな。でもあいつは朝まで家の前で待ってたんだ。そのやる気を買ってボスも訓練してやるって言ってくれた。そんでまあ未だに訓練中ってわけだ。なるほどね。まあでもまあまあ強かったよ。なかなか知らなかったし。そう、一つ聞きたいことがあった。え、言葉を話す花って聞いたことは。あ、やす、そっか、もう知ってたか。はい。そいつはエコーフラワーっつって沼地のあちこちに生えてある。この花に声をかける。その言葉を何度も繰り返すんだ。だからなんだって。パピルスがさ、この前変なこと言ってたんだ。一人でいる時々花が一に現れて話しかけてくるって。褒めてくれたりアドバイスくれたり励ましてくれたり予言をしたりするって言うんだけど、おかしいよな。きっと誰かエコーフラワーを使ってからかってんだ。あんたも気をつけといてくれ。頼んだぜ。あの、なんか悪いお花じゃないのか。俺を殺そうとしてきた最初にエコーフラワーのこと言ってんの。多分違うんじゃないかな。山積みなのにあんたは引っ止めるから。そうそう、オイラ金欠だからお勘定頼んでもいいか。 No。 グリルビー今日も月にしといてくれ。サンズいいやつだな。なんか言おうとしたけど忘れたから。いや、こいつと戦うことにもなるのかな。またこう来ちゃった。え、こんなやついたっけ。こんにちは。この町には蝶々が、ああ、いたわ。なんか俺戻されたね、完全に。町をせっかく抜け出してたのに戻されちった。トションか。うん。あの、町にいるなんか伝えないでくれみたいに。あ、パピルス、俺さんはデートしに戻ってきた。貴様どうやら本気らしい。なら貴様を取っていけない場所に連れて行ってかなきゃいかん。デートに連れてかれた、なんか流れで。どこに行くんだ。あ、デート終了。あ、ここの中か。俺様の家。あ、パピルスの家だったのか。デートでいきなりおうちデート。なにこれ。あー、はい。どうしたどうした。え、どういうこと。どういう構造になってんのこれ。謎じゃない。あー、なるほど。2階かこれが。俺様の風光メイビーなマイホーム。ゆっくりしてってね。そこは俺様の部屋だ。家の中を一通り見終わったら部屋に入ってデートっぽいことをするか。まあ待ちな。まだ心の準備が。鍵がかかってる。って何があるんだあの中に。何するんだ一体。デートっぽい部屋の中で。はい。おすげえ、なんか子供っぽいな。それは俺様のベッドだ。いつか地上に出られたらどこまでも続くハイビーをドライブしてみたい。神を風になびかせ。神じゃなかった、神な。肌に太陽の光浴びて、でもそんなの夢物語。だから寝てる間にドライブするんだ。それはアクションフィギュアだ。
戦術を考えるときに参考になる。なんでこんなにたくさん持って、それはもらったからだ。ぽっちゃりしてていつもニコニコして人を驚かすのが好きなやつにな。そう、あいつだ。サンタさんだ。なるほど。そのあたりいいでしょう。アンダインが海辺で、アンダイン、人間の世界から流れ着いたものか。確かに、どうして人間のあたりに生かしたスケルトンが描かれているのか謎だ。俺様が思うに、きっと人間はスケルトンの子孫に違いない。なるほど。パソコンあるじゃん。俺様ネットで有名人。こいつツイッターやってんの？嵐に煽られたりもする。ダサいフォントで寒いダジル送ってくるやつ。ああ、いるねー。わかるわかる。変なリプライ送ってくるよな。サングラスかけてるだけでクンとか言ったり。面白くないよ、それみたいな。それは貴様の攻撃だ。今となってはいい思い出だ。まるで昨日のことのようだ。実際にはついさっきのことだけど。押し入れにお化けはいないよ。時々俺様が入るだけ。はい。よくはきちんと整理されてかけられている。その部屋を見終わったらそろそろデートを始める。何するんだ、一体。え？デートスタート。What？ 実は俺様こういうのはしない。でも安心して俺様の持った用意しと。図書館でデート公式ルールブックを借りてきた。だから絶対楽しい時間になる。ステップ、キーボードで C を押すとデート用メニューが開きます。なんだこれ。え、なにこれ、なにこれ。犯罪率、人口、なんすかこれ。次のステップだ。ステップに相手をデートに誘いましょう。人間、この偉大なるパピルス様は貴様とデートをするぞ。あ、はい、本当に。ってことは次ステップ3。ステップ3、服装には気を使いましょう。え、服装に気を使う。貴様の体にひらめついているその包帯はまさに素敵な服装ではないか。それとは貴様はずっと前に素敵な服装をしていた。ということはまさか俺様と出会った瞬間からデートしたかったのか。そうだ。そんな貴様すべて計画通りということか。デートにかけて俺様より数段目のようだな。あ、デートパワーが溜まってる。ピリピリゲージ。この偉大なるパピルスがデートで負けることなんてならすぐに鼻を沸かしてやる。俺様たち素敵な服装ぐらいできる。何しろいつも普段着の下におしゃれ着を重ね着してるな。いつデートに誘われてもいいように。何が出てくるんだ。いいね。嘘偽りない褒め言葉。あー、デートパワー溜まってってる。もうちょっと、もうちょっと。だが貴様この服のシークレットパワー理解していない。従って。無効化された。それとも貴様に俺の秘密が暴けるかな。まあ無理だろう。カーソル Z で動かして調べる。しまったな。俺の引き締まった足に秘密はない。あー、そうか。脳みそ、帽子か。帽子、そう、帽子だ。あや、プレゼントだ。開ける。これが何だかわかるか。もちろんスパゲッティだと思っただろう。そうだ。しかし貴様、大きな間違いを犯している。ただのスパゲッティではない。職人が丹精込めて木の樽でじっくり熟成させたのち、マスターシェフパピルス様が料理したもの。人間はこれにとどめだ。食べる。少し食べた。思わず顔をしかめてしまった。なんとも言えない味がする。それ頭にずっとしまってたらそりゃやばい味がするよな。俺様に俺様のこと好きになったってことだ。あ、デートパワーが溜まっている。あ、殺した。なんだ、バトルになるのかと思った。人間はこれではっきりした。貴様は俺様に首ったけだ。貴様の言うこと、貴様のやること、みんなみんな俺様を喜ばせるから。人間、俺様も貴様を幸せにしたい。だから今、俺様の気持ちを告白しよう。おお、なんか告られたぞ。その、なんかちょっと熱くない俺だけ。人間、すまない。俺様は貴様のことが好きだ。恋人同士の好きとはちょっと違う。俺様なりに頑張ってみた。貴様にくどかれたからとりあえずデートすれば貴様のことを好きになれるかなんて。なんか振られたぞ。それは俺様の思い違いだったようだ。やっぱり俺様の気持ちは変わらない。その上デートなんかしちゃってすね。貴様はもっと俺様に夢中にさせてしまった。なんかムカつくな。出口のない堀に捕らえられた。いや待て、ダメだ。俺様は絶対に失敗などしない。人間、俺様は貴様を決して見捨てない。これからも貴様のいいお友達でやる。今日のことはなかったことにして、そもそも貴様はめっちゃいいやつだ。なんかムカつくな。どうか傷つかないで。大体俺様には唇がないし、いつかきっと俺様ぐらい素敵な人が見つかる。いや、それはないか。でも2番目に好きな人ときっと幸せになれる。悪いやつやな、そんな。あ、電話番号くれたのか。いつでもかけてお友達としてね。じゃあ俺様もう行くね、にはは。電話番号くれた。これって結構
重要なイベントだったんじゃないのか。電話番号もらったのって。汚れた靴下だ、メモがたくさんついてる。兄ちゃん靴下拾ってよ。拾ってまた同じ場所に戻したら意味ないでしょ。だから5センチ伸ばしてどうする、自分の部屋に持って行って。ずーっとなんかしょうもない会話してんな。あ、そういえば この上行けるのかな。この中入れるようになっているんだろうか。鍵はかかっている。鍵を探せ、鍵を。この中に鍵とかないか。箱に骨がたくさん。パソコンのブラウザで SNS のページが開かれている。パズルの作り方に関する難しい本、子供の絵本がある。レースカーのベッドだ。しっかりベッドメイキングしてある。イケメンロボットのアクションフィギュア。特になさそうだな。はい、洋服がきちんと整理されてかけられている。何もないね。どこかに鍵がありそうな匂いもしない。ジョークの本だ。中を見る。はい、ジョークの中に量子物理学の本が入っている。さらに中を見たら量子物理学の方に別のジョークの本が入ってある。別の量子学物理これ以上見るのはやめた。ソファーを触ってみた。ジャラジャラ音がする。ソファーのクッションに小銭型。あー、もう鍵かと思った。新番組開始するまでお待ちください。待て放送。うん、矢探し中。高すぎる。これじゃあでも洗えない。あんなに上にあんの。ポルチップスのかけらが入っている。ゴミ箱を訪ねた。オーブンには空っぽのパイ皿が入ってある。石にチョコスプレーがまぶしてある。あ、これは走りに行くやつだな。内側から鍵がかかっている。ここには行けないな。鍵がなさそうだね。まあ行こうか。またここを越えていかなきゃいけないのか。ただパピルスの電話番号をゲットできたから、まあそこはプラス要素なのではないでしょうか。まあ多少ちょっとまたここ行くのかって感じだけど、同じところをまた行くことになる。あ、またいる。まあセーブしようか。セーブ、はい。また一緒に飯でも食おうぜ。こっちでしょ、多分。これは一体？これは異次元ボックスで 中にアイテムを入れたり、一回何のために箱に入ってるアイテムは使えないのに、アンチボックス早より。スタート。何このスタートって。フォン。トリエルの電話。かかることがない。呼び出してみるか。何ができるんだろう、呼び出したら。フォン。誰も出ない。ダメじゃん。これはどうなってんの。これ柱か。これ結構これダメージ受けちゃうんじゃないのか、これ。おお、はい、いけた。これはあそこには絶対何かあった。落ちてくる水の裏側だ。滝の裏側に隠しカメラが仕掛けてある。隠しカメラって何を、何をするためにそんなものがあるんだ。ぶつかってみるか。ぶつかってみる。あれ、ぶつからない。ぶつかるようなものかと思ったけど、どうしたらいいんだろうね。滝の裏側に隠しカメラか。うん、あ、なんかこっちから行けるのか。あ、なんか行ける。マジっすか。でも、あ、まあでも落ちるだけか。うん、ここは滝になってるんだな。フィオー。あー、なるほど、そういう仕組みね。なるほど、理解した。あー、これはチュチュが落ちている。どうする、拾う。お風呂のチュチュを手に入れた。何かに使えるのかな。なんだこれ、全部消してみるか。何なんだろうな、これ。何かの暗号なような気がするけど。危ない危ない。特に変わってないな。まあ、このまま行こうか。なんか、ちょっと怖いね。ん？え？あれは？アンダイン隊長、今日の任務の報告に行きました。そのさっきの電話された人間のことなんですが、戦ったのかって。もちろん戦いました。実に勇敢に。え？
捕らえたのかって、その一生懸命頑張ったけど逃げられちゃって嘘ついてくれてる人間の魂を取りに行く隊長が、で、でも別に殺さなくたって、だって全力で手伝います。うっ、これまずくない？あ、いやいや逃げた方がいいと思うよ。バトンの？なんかラスボスっぽい雰囲気出てたのに。あ、大丈夫だった。行こうか。え、お前は、やべえ。なあ、見たか、お前を見るアンダインの目。やべえよ。マジ最高じゃん。いいな。なんでお前だけあんな注目されてんの。行こうぜ。アンダインが悪いやつぶっ飛ばすとこ見に行こう。で、俺のことなんだよな。まだ恐怖で体が震えている。それでも、決意がみなぎった。行くか。足場の種は水面に4つ並ぶと花を咲かせる。水面に4つ並ぶってどういうことだろうね。これあこれしまった。取れない。一回に行かなきゃいけないのか。なるほどね。言ってることが分かった。こういうことか。ほい、なんて単純だったんだ。逆になぜこれができなかったのかという。ほい、これでいいのかな。花を咲かせた。よし、超単純でした。俺は一体ん？あー、戦いか。うわー、アーロン筋肉をピクピクさせて現れた。見逃せないですね、アーロン。ポーズを取る。筋肉をピクピクされたアーバロンは2倍ピクピクさせた。ちょ、まあ、そんな強くはないね。このノリだったら。ポーズを取る。筋肉もっとピク。アーロンは3倍ピクピク。2人とも。これ結構やばいんじゃない？危ない。追い払う。アーロンにあっち行けと伝えた。気に触ったかい？ダメだなぁ。やっぱポーズを取り続けた方がいいのかもしれないね、こいつ相手には。見逃せないな。アーロン、ポーズを取る。アーロンはもっともっとピクピク。アーロンは筋肉ピクピクして部屋の外に飛び出した。あ、勝った。これだと経験値が得られないんだよな。これは一体、この花使ってみるか。あれ、投げれないな、これ。あー、なるほど。これでもさ、花咲かないよね、多分。4つ並んでないから。そしてこれも、特に、過ちを犯したなら、羽の花を鳴らせ。足場の種は始まりの場所に戻るだろう。どうなんだろうね。あ、これで鳴らせばいいのか。あー、なるほど。ただなんとなく分かったかもしれないぞ。4つだからこっちに2つ投げてもしょうがないんだよね。難しいな。どうなるんだろう。スイー、あー、意味なし。全然意味なしっすね。とりあえず、これを、やるしかないのでは。1、2、なんか静かになった。1、2、3。4つ目は、これでいいのかな？ここら辺に投げたら。あ、並ばなきゃいけないのか、縦に。はー、オッケー、わかった。じゃあ、ちょっと、こういうやり方だな。確かに4つ並ばなきゃいけないって言ってたような気がするな。これってこっちから投げれないのかな？あ、投げれた。確かこっから投げれば、いけるでしょう。いけそうだね。2。はい、3つ目。なんかすごい昔の RPG 思い出すわ。4つ目。はい、これで、花が咲くはずです。よし。いけたね。ルルルルル。もしもし、パピルスです。どうして番号分かったかって。そんなの簡単だ。1から10にボタンを押していったら繋がった。今どんな格好してるの？いや、友
友達に頼まれたから聞いてるんだけど、貴様汚い包帯を身につけてるのを見たってその友達が言うんだ。それ本当、貴様今汚い包帯を身につけてるのって答えるの。そうだよ。そうは汚い包帯を身につけてるんだら、オッケー、あとは任せて、じゃあまたね。俺って包帯身につけてんのかな。遠い昔、モンスターたちには夜空の星に願い事する習慣があった。心を込めて願うと、願えば叶うと言われていた。だけど今いくら見上げたら天井に光る石しか見えない。願いの間。こんなにたくさんの人がお願いしてるんだから叶わないはずない。王様がちゃんと証明してくれる。だからね、お姉ちゃんも早くお願い事して。お、ウォッシュはなんか気持ち悪いし殺すか。気持ち悪いから殺そう。なんだこいつ、うわー、あ、しまった。よし、まあやったからいいや。あ、これ見た、これ見た、こっちやね。いつか妹と一緒に本物のお星様を見れますように。望遠鏡を覗く。壁を調べて。ん？どこの壁、壁を調べてって書いてんのか。上の壁を調べろって書いてるっぽいね。なるほどね。オッケー、わかった。ここか。おお、開いた。まあ、ちょっとその前にここ。星占いによると今週の運勢は先週と同じようだ。もうほとんどそれ、意味ない。現状維持ってことなんだ。うわぁ。受けになってる。壁一面に古代の文字が刻まれてる。なんとは解読できそうだ。人間とモンスターの戦争史。人間はなぜモンスターを襲ったのか。彼らには脅威なら存在しないかに思われた。人間は圧倒的な強さを持つ。全モンスターの魂を集結してようやく一人の人間の魂に匹敵するほどその力の差は歴然としている。だが人間にも弱点が一つある。その弱点には皮肉にも彼らの魂の強さが関係している。人間の魂は死後も肉体を慣れ存在し続けることが可能なのだ。このため人間を倒したモンスターはその人間を倒したモンスターはその魂を奪うことができる。モンスターが人間の魂を取り込めば底知れぬ力を持つ恐ろしい怪物となるのだ。奇妙な生き物の姿が描かれている。どこか見るものを不安にさせる絵だ。うわ、真っ暗、怖っ。サンズの川って感じだな。わーお。けどちょっと不気味になってきたね、物語が。ん？あ、この槍は、やばい。いや、でも余裕だ。こいつあんまり強くないぞ、このギルガメッシュ。王の秘宝が飛んでくる。危ない。うわっ、いってってて、マジっすか。ここで、引きつけた方がいいな。危ない危ない。うわー、くそ。あ、全然大丈夫でした。うわー、いってて、逃げよう。まだ来るのか。あ、大丈夫そう。逃げ切ったか。え、これはまずいな。殺す気満々だぞこいつ。あ、ええー、うわ、俺がちゃんと親に言っとけばよかった。あいつ、俺があいつの親にちゃんと言っておけばめんどくさがらずに こんなことにはならなかった。あれ、え、お前生きてった。アンダインさらわれたぜ。あっす、よかった、お前生きてたのか。よかったね。アンダインはきっとまた会えるよ。殺されたのかと思ったこいつ。じゃあこいつ置いといてよかったのかもな、もしかしたら。これは一体、このチーズは長い間保持されたため魔法のクリスタルに包まれている。テーブルにくっついて取れない。チューチュー。いつかネズミはあの不思議なクリスタルからチーズを取り出すかもしれない。行こうか。あ、お前は怪しい望遠鏡だ。オイラも望遠鏡ビジネスを始めてみた。このプレミア望遠鏡1回5、あなたは友達料金ただでいいぜ。望遠鏡を使う。はい、何も見えないんですが、何を望遠してるんでしょうか。グラデーションすらもない。
何にもないんですけど、これ。あー！お前！お前！つけられたし、顔に。なんだお前、すげえ顔してんな。あなた、星なの？ん？これはこっちに行った方が良さそうな気が。どっちが進行ルートだ？なんか何箇所もあるな。とりあえずこの近場行ってみるか。あー、なんだこいつ。こいついたぞ。店移動してみて、相変わらず客足伸びないね。でも大丈夫。新しいシステムを導入したんだ。パンチカードさ。ナイスクリーム一つお買い上げたい。その箱からカードを1枚プレゼント。カードが3枚貯まったらナイスクリーム1枚。ほー。とりあえず買いますよ。今だけたったの25ドル。ちょっと待って、箱先に、箱から先に水の奥にアイスクリーム屋があるよって。箱の中に1枚カードを取る。はい、パンチカードを手に入れた。これナイスクリーム、これ3つ買って4つ手に入れられるぞ。でもアイテムがないんだよな、あんまり正直。よしよしよし、これで箱から3つの2枚入ってる。取る。これなんだ。古代文字を塗りつぶすように21種類のフレーバーリストが書いてある。あの、カード3つ。ああ、そうだ。じゃあ、お友達に伝えておいて。ちょっとこれ、あれしないとな。物を置いていかないと。異次元ボックスを使う。はい。お風呂のチュチュ。勇ましいバンダナ。ナイスクリーム、かな。X で終了。で、パンチカードは？パンチカードもう一個多分。よし、これを取れば交換できるはずだ。お、パンチカード3枚貯まったり、ナイスクリームと交換するかい。ただだよ。はい。オッケー。じゃあもう一個ナイスクリーム買っときますか。こんなフルで買っちゃっていいのかな。買う。よし。まあ、カードは置いときましょう。多分また、いや、持ってくか。なんか これ保存されるわけじゃないような気がするな。取っておきましょう。そして、このカードを、二次元ボックスの中に入れて、こんなもんでいきましょうか。ん？あのアヒルはなんだ？なんかいけないね。しかもなんかふわふわ何かが浮かんでる。つくしみたいな謎の存在が。あ、また草がある。通りすがりの会話聞こえる。願い事ないの一つも。通りすがりの会話聞こえる。一つだけあるけど、くだらないことだから。なんか、この音楽ってちょっと不気味だよね。こういうゲームで不気味な演出されると俺、鳥肌が立っちゃうんだけど。これ、ぶっちゃけこれ、見逃せるよね。また草か。なんもないね、これ。バレーシューズを見つけた。拾う。バレーシューズを手に入れた。バレーシューズって何に使うんだ？さあ、勇ましいバンダナとかってさ、勇ましいバンダナを装備した。今まで装備してなかったのか！バレーシューズを装備した。何もなさそうだね、ここは。バレーシューズがあるだけの場所だったのか。戻りましょう。そして、下に行こうか。プルルルル。あ、出た、パビルス。さっきさんはどんな格好したら聞いたでしょ。それを知りたがってた友達はね、貴様に殺人願望を抱いてるんだ。だけど貴様はそんなこととっくに知ってたよね。だから彼女にはちゃんと伝えておいた。貴様は汚い問題見つけてる。だってあんないかにも怪しい質問されたら普通気があるでしょ。貴様はとっても利口さんだから、これで貴様は襲われないし、俺様も嘘はついてない。誰も裏切ってないよ。みんなに好かれるのって案外簡単だね。なるほどね。またちびかびくんか。叩き潰すか。すげえ、なんだこれ。なんかすごくなってない？強くなってる。え、なにこれ、なにこれ、強すぎやろ。いつの間にこんななんか戦士になったの。通りすがりの火薬から、そんなことないよ、大丈夫、笑わない、約束する。願い事のことか。なんかこれ BGM だけすごいなんかファイナルファンタジーっぽくなってきてるよね。人間の魂を奪う我々モンスターの力、人間たちはこれを恐れた。なにそれ。え、なんかリヴァイアさんですかこれ。タコ。あ、なんか追っかけてくるよ。
おう。あ、どうも、こんにちは。通りすがりの人？私、オニオンさんだよ。オニオンさんって呼んでよ。はい。いや、すいません。どう反応すればいいんだよ。ウォーターヘルは初めて、ここはいいとこだよ。オニオンさんも大好きだよ。お気に入りだよ。もういいよ。でも最近、水がどんどん減ってきてる。だからずっと、しゃがんでないと、頭が出ちゃうよ。でもいいんだよ。都に住むよりマシだ。人の匂い、多い水族館で生活するなんて真っ平だ。友達はみんな水族館暮らしだけど。どうせ水族館は満員。吸いたくても、無理だよ。でも大丈夫。案内が何とかしてくれる。オニオンさんここ出て、広い海で暮らすんだ。君もアンダインのなんか部下みたいな。あ、出口に着いたよ。じゃあ、待ったね。ブクブクブク。あ、何もしてこないのか、結局、こいつは。よし。あーお、また戦闘が。なにこれ？シャイレーンは部屋の隅に隠れた。しかし、なぜか出会ってしまった。まあ、それなら、ホムホム、コンダクター、ハミングする。叩き潰すか！すごいすごい、めっちゃ食らった。うわ、すごいな今の。北の間には大いなる財宝が眠る。じゃあ北の間行きます。なんだこれ。ピアノだ、弾いてみる。はい。えは？ん？あ、なるほどね。順番に押せって意味じゃないのか。回廊の奥に響く不気味な調べ、最初の8音でいい。わかんないな、ごめん。ちょっと多分、こちら側で何か情報収集してからじゃないと無理かな。人間にはこれに対抗する手段がない。彼らは我々に魂を奪うことができない。モンスターが死ぬとその魂は直ちに消滅する。また生きたモンスターから魂を奪うにはとてつもない力が必要になる。ただし一つだけ例外がある。ボスモンスターと呼ばれる特別な種族の魂である。ボスモンスターの魂は強く、死後もすぐには消えない。わずかな時間だが、それにとどまり続ける。これを人間が取り込むことは可能だろう。そして、今後もそのようなことは決して起こり得ない。何これ。石像だ。足のあたりは濡れてないようだ。なんだろうね、これ。これだけなんか、やたら雨を受けてる。一本どうぞ。あ、いいのか。じゃあ持ってく？傘借りるか。なんかこれ。ほい。石像に傘を差してあげる。石像に傘を差してあげた。石像の中からオルゴールの音が聞こえて始めた。多分これ音楽は鳴り続けて止まる気配はない。これ、間違いなくさっきのところでしょう。ただ、俺奏でれないよ、今の。トゥン、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 トゥンって。わかんねえな。何か、ちょっともう少し、もう一歩なのか？なんか特に、奏でれてる感じでもないもんね。音楽は鳴り続けてる。止まる気配はない。うーむ。もう一本借りたし、これはいいや。なんだこれ。雨が降ってきてる。あ、お前は、おっす、お前の手も傘を握れない構造なの。お前が濡れて歩くんなら俺も一瞬行くかな。へへ。出発。あ、なんか仲間になった。ドラゴンクエストみたいになってきたね。こいつと一緒に行ってるけど、大丈夫なのかな、こいつ。アンダイン、やっぱかっこいいよな。悪い奴らぶっ飛ばしてくれるし、絶対負けないし。俺もし人間だと怖くて毎晩おねしょしちゃうね。アンダインにぶっ飛ばされるよ、つって。まあ、行こうぜ、とりあえず一緒に。まあ、傘はないんだけどな。でっかいなんか葉っぱだ。ん？どうした？前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、王様じゃないや、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさん学校にも来て、みんなに責任とかの話をしてくれた。それで思ったんだけど、アンダイン学校に来たら最高じゃん。きっと先生みんなぶっ飛ばしてくれるぜ。小学生ぐらいの子かな、これは。あーでも、アンダインは先生をぶっ飛ばしたりしないか、罪もない人に暴力振るったりしないよな。実は俺そうなんだよな。あー、うわ、すごい、なんて幻想的なんだ、これ。あの城は一体、おーい、何見てんだよ。おい、行くぞ、早く。でも、綺麗だな。傘だ。おーい、待って待って待って、傘。傘を借りる。おい、これ、使うか？この段差、高すぎに登れそうにないな。傘を返す。お前、アンダインに会いたいんだろ。俺の肩に乗っかれよ。いいのか？
おい、お前、じゃあ先に行っててくれ。俺のことは気にすんなって。抜け道見つけるの得意だからさ。大丈夫かな、あいつ。まあ、行くか。行くしかないな。そして恐怖に駆られた人間たちは我々モンスターに戦い挑んだ。彼らは何の前触れもなく攻めてくると我々を襲い、一人も見逃しはしなかった。戦いの末期はもはや戦いとも言えぬ状態だった。団結した人間たちはあまりに強く、モンスターたちはあまりに非力だった。人間の魂を一つも奪うことなく無数のモンスターたちが散りとかした。なんか、悲しい話だな。ということでパート3はこの辺で。またね、バイバイ。